深い悲しみの中でも希望が遠く思えても、紡ぐ絆は始まり、僕らまだ飛べるさ、行こう。こんな仕掛けまで用意したとはね。レニー、レニー、会いたかったわ、レニー。ずっと会いたかった。パパ、ママ、私も会いたかった。けど、二人が私をレニと呼ぶことはきっともうないでしょうね。見ているんでしょ、博士。おやおや、気づいたかね。こんな悪趣味なことをするのは博士かカンパネルラくらいだから。あ、それは信用のあることだ。しかしよかったのかね、あの2体は君のためにわざわざ用意したものなんだが。人形遊びはもう卒業したわ。レンはもう大人だから。それとも今でもさっきのように殺したいほど君を捨てたあの2人を憎んでいるのかな。まさか、つい先日も食事に招待されたわ。ほう、それはよかった。しかしそうと分かっていればこんなおもちゃではなく本物を用意したのだが。あの家族に少しでも手を出してみなさい。レンは地の果てまであなたを追いかけて、日会のひとかけらも残らないくらい殲滅してあげる。冗談だよ。研究の役にも立たないことをわざわざしたりはしないさ。博士は変わらないわね。優先順位が明確なだけだよ。ところで今さらだが、私の元に帰ってくるつもりはないかね。君ほど優秀な実験対象を手放したことは未だに惜しいと思っていてね。評価してくれてありがとう。でも帰るつもりはないわ。言ったところでまたおせっかいなお姉さんとお兄さんが連れ戻しに来ちゃうもん。それは残念。おや、こちらにもお客さんが来たようだ。ではまた後ほどにしよう。君たちが全員無事に奥までたどり着けたならね。レンは慣れてたからよかったものの、他の4人は大丈夫かしら。
私と二人だけになるのはそんなに不安かね。そうじゃないの。ナーディアたちが一緒にいた時はまだごまかせていたけど、なんだか今さら怖くなってきて。怖い？人形でも恐怖を感じると。今までも何回かあったじゃない。てっきりそれは状況に応じてあらかじめ設定されていた反応に過ぎないと思っていたが、そうか、単に君が怖がりというだけの話だったようだな。失礼ね。だって怖いものは怖いもん。それで大型魔獣すら獲物の一振りで倒せる君が一体何をそんなに怖がっているのかね。このまま奥に進むのが怖い。もしデータが残っていて私の記憶が戻ったら怖い。その記憶こそが君が求めてきたものではないか。そうなんだけど、そのはずなんだけど、今はちょっとわからなくなったの。目覚めてからまだ数日しか経ってないけど、ルーファスと会ってナーディアと会ってスウィンと会って一緒にいろんなことをして本当に楽しかったの。何も覚えていない私だけど、この数日の記憶だけは間違いなく私のもの。それが今の私。でも、もし記憶が戻ったら、この体も、この心も作り物。それでも、この記憶だけは本物。私だけのもの。なのに他の記憶が入って、それすらもあやふやになったら、その時、私は一体誰になるんだろう。結局私はなぜここにいて、何のために生き、そして何者なんだろう。それは。趣味が悪いショーだな。私はラピス。あなたたちは誰？誰？誰？あなたたちは誰？私たちは誰？あなたは誰？ラピス？ラピス。ラピス。私は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 ラピス。そんな。違う。ラピスは私よ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 。どうして私の真似をするの？どうして私の真似をするの？私の真似をするの？私の真似をするの？気をつけろ。ルーファス！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 私と同じ人形がこんなにもいるなんて。だったら私は一体何なの？彼女たちもラピスを名乗るなら、私はラピスですらないの。私は見つけた。
君がラピスだ。ルフォス。どうしてわかったの？自分の言葉を忘れたのかね。何があってもその人はその人だと。ならば同じことだろう。どれだけ同型が存在しても、どんなに記憶が変わっても、君は君だ。でも、でもそれは人間のことで、人間には魂があるから存在が揺るがなくて、人形には魂がないんだよ。唯一自分だと証明できる記憶だって簡単に消せるんだよ。人間にも記憶喪失はある。そもそも魂というものはどこに宿っているのか。心臓か頭か、それとも全身くまなく魂が宿っているのか。そのどれでも未だかつて証明できた人間はいない。それこそエイドスのみぞ知ることだ。だったら機械知性には魂が宿っていないとなぜ言い切れる？私君はラピスだ。君だけがラピス・ローゼンベルクだ。私だけが涙までは再現できないようだ。中途半端な連中だな。うるさいうるさいうるさい、私の真似しないで。この名前もこの記憶も全部私のもの、誰にもあげないんだから。やはりこうなるか。全部ぶった切る。手伝ってルーファス。私はラピス。一緒に遊ぼう。お別れの時間なの。それじゃバイバイ。ラピスを大切にして。バレンタシーすっごい汚れちゃった。久しいな、我が最高傑作。
死んだはずとでも言いたいか。だが現に我はここにいる。それだけじゃない。なあちゃんたちが各地にばらまいたはずのパーツが全部揃ってる。重力を操るアーティファクト意識、少林のレガリア。これの回収には協力者の力を借りたがな。協力者？今の我はこの地の新たな統治者に力を貸している。あのルーファス新総統に。それは組織の方針なの？あくまで我の判断だ。組織はこの件で動いていないし、他の管理人も感知していない。無駄話はこの辺にしよう。せっかくの再会だ。本題と行こうか。我の元へ帰れ。そうすれば組織を裏切ったことは不問とする。何を寝ぼけたこと。これは提案ではない、命令だ。君たちは我が育て、我が管理した道具、人を殺すためだけに存在する凶器だ。万全な状態ではなかったとはいえ、一度はこの我すらも倒し組織から脱走した。そのポテンシャルを高く評価しよう。だからこそ道具として我の元に戻るのだ。我自らが再教育し、最強の狂気に育て上げてやろう。どんな相手でも殺せるくらいのな。はるばるこんなところまで追ってきて、言いたいのはそんなことかよ。くだらない。命がけで手に入れた自由だ。これからは人間らしく生きていくって誓ったんだ。今さら人を殺すための道具に戻れだって、それこそ死んでもごめんだ。ほう、この重力でも耐えられるとは。いや、慣れてきたか。その通り。あなたの能力くらいとっくに攻略済みよ。ナディア、無理するなよ。してないよ。スーちゃんと一緒なら無理でもなんでもないんだから。いいだろう。ならば今この場をもって再教育を始める。死に損ないのくせしてよく言う。天国行きのチケットもう一回サービスしてあげる。我が道具よ、今こそ強制してやろう。覚悟はいい？じゃあね。月より行こう、スーちゃん。了解さ、発表。了解。ほう、いい仕上がりだ。あの時より強くなったね。あれから散々組織の追っ手と戦わされたんだ。強くもなる。やはり君たちは最高の素材だ。我がこれから。ねえ、もういいんじゃないかな。何？ナーディア、もうやめようよ、こんな真似事。どういうことだ？スーちゃんもうすうす気づいてるんじゃないの？戦闘中の細かい癖なんかに。ああ、わずかだが違和感がある。主な戦い方は以前のエンペラーと同じだけど、細かい動きの角度、先読みの順番、回避時の方向、以前のエンペラーとは違うよね。あの時と違うのは君たちだけではないということだ。
それが意味があることならね。けどあなたのその変化は特に強くも弱くもなっていないし、フェイクとかにつながるわけでもない。意味がないのに変わったの。それがどうした？それだけじゃない。絶対支配がモットーで、組織に背いた人間を全員容赦なく殺してきたエンペラーが、条件付きとはいえなーちゃんとスーちゃんの裏切りを不問にするなんて。それと組織の方針を無視した独断での行動、以前のあなたじゃ考えられないことよ。まさかナーディアが言いたいのは。うん、つまりこの人は死んだはずのエンペラーじゃない。限りなく本物に近い偽物よ。ご明察だ。誰だ？まあ、私が誰なのかはこの際重要ではないだろう。それよりそこの君、見事な分析だったな。プロとして彼の精子はきちんと確かめたからね。それにあのルーファス総統と協力関係にあるなら、そういうことだと疑うのはむしろ自然じゃないかな。ほうほう、状況分析も情報処理も適切、ますます優秀じゃないか。どうかね、私の実験材料になってみないかな。はあ、何なのこの人。ついていけないな。ちょうど生体パーツが足りていなくてね、君のような優秀な個体が欲しかったのさ。レンに振られたばかりなのにもう他の子を勧誘してるの？博士って節操がないわね。優秀なものはいくらあっても足りないからね。もちろん二人一緒に来てくれても歓迎するよ。雇い主の私を差し置いて引き抜き交渉はやめてもらおうか。ナーディア、スイ来たか。みんな無事みたいだね。おやおや、役者が揃ったか。余興の方はちゃんと楽しめたかな？博士。ん？何かね？邪魔だ！我の再教育の最中だ。出しゃばられては困る。まだそんなことを。あなたが本物のエンペラーじゃないことはもうお見通しなのよ。それがどうして？オリジナルのエンペラーはもはやこの世にいない。ならばこの力と記憶を与えられた我こそが唯一にして本物のエンペラーであろう。そして君たち二人に対してのこの執着こそが我を我たらしめる存在証明。こいつ、そんな風にこじらせられても迷惑なんだけど。スーちゃん。ああ、決着をつける。でもまあこの状況じゃ。負ける気がしないね。まったくだ。仲間か。素晴らしいものではないか。同じ目標に向けて助け合う、互いの心を通わせる、なんとも素晴らしい。ゆえにこそ君たちには過ぎたものだ。これは、ナーディア、スイ！自分の重力も変えられるってわけね。それは人間にこそふさわしい概念だ。お仲間たちは知っているのかな？
君たちが人間ではなく道具として育てられ使われてきたことを。その両手には拭いきれないほどの血を浴びて数多くの命を奪ってきたことを。それはサイナー。まさか今さら人間のふりをすることで何かが変わるとでも思っているのか。君たちは所詮命令通りに人を殺すだけの狂気だ。その過去がある限りどんなにあがいたところで人間にはなり得ない。仲間を得る資格もない。二人をいじめないで。ほう、そんな人間のなり損ないをもかばい立てるつもりかね。かばうも何も相手が悪かったわね。あいにく他人のたどった道にどうこう言えるほど蓮たちも温かい過去を過ごしていないわ。この身が背負う大罪と比べれば殺し屋くらいむしろ可愛いものだろう。人間の価値基準なんてそもそも私には関係ないもの。あんたら不愉快だ。余計なものに興味はなかったが我の邪魔をするというのなら貴様ら全員ここで終わらせよう。終わるのはあなたよ。ナーディア、終わったか。うん、時間を稼いでくれたスーちゃんとみんなのおかげでね。なんだと？エンペラーの記憶を持ってるなら知ってるはずよね、ナーちゃんの得意領分。解析完了だよ。オリジナルとの差もそのアーティファクトのフルパワーも全部計算済み。残念だけどあなたの正気は今消えた。小娘か。そういうことだ。俺たちがどういう存在なのか決められるのは俺たちだけだ。そこにあんたが介在する余地はない。偽物でも何でも構わない。その過去を清算させてもらうぞ。生意気な、身の程をわきまえるがいい。解き放て。このまま押し切れとしよう。おのれ、道具の分際で勝利のレガリアよ、我に勝利を。押し潰されるがいい。仕上げだ。ジオ・ラグナルク。さあ、お楽しみの時間よ。それそれ。ポッション。お粗末様でした。やるしかない。せいや、こいつで終わりだ。私の番だな。誠を失いし者の剣、行くぞ。よーん、仕上げと行こう。降り注げブルドガングレイン。バカの、この我か。殲滅完了、先を急ぐとしよう。あれ
認め。終わったか。終わったね。まさか機械仕掛けとは。もしかしてあの新総統もそうなのかしら。そうなの？さあな。少なくとも私に双子の兄弟などいない。それにしても凄まじいわね。同じ偽物でも今までに博士が作ったおもちゃとは次元が違うわ。ひどい言い草ではないかね。出た幽霊。違うから多分。結局覗いてたってわけね。なかなか興味深い観察対象だったからね。さっきの話だが、私が偽物を作ったのは単なる遊びだ。本気を出せば当然あの程度ではないさ。とはいえそこの彼のような再現性にはさすがに至れなさそうだが、そこまでする必要性も感じないがね。博士ができないと認めるほどの技術、それって一体。どうやらあなたがかの13工房の統括者エフノバルティス博士のようだな。これはこれは自己紹介が遅れたね。ミクラウヘビ第6中にして13工房を任されているエフノバルティスだ。ルーファス元総督、黄昏の時に直接お会いできなかったこと残念に思っていたよ。こちらこそ。当時は数々の技術支援、一応礼を言おう。なんだかヤバいやつとヤバそうな話をしてるな。なあちゃん思うに、あまり関わらない方が人生楽しく過ごせるかも。その認識で大体合ってるわ。しかしこれも奇妙な因縁だね。今回はあちらのルーファス・アルバレアに協力することになるとは。まさかと思うけど博士、今回のクロスベルにおける数々、あなたが裏で糸を引いていたのかしら？それこそまさかだよ。私はあくまで協力者、ちょっとした技術提供をしただけさ。まあ私の協力がなくとも結果は同じだっただろうがね。あくまでいくつかの過程を省略させたに過ぎない。その協力は結社の計画の一環と考えていいのかね。いやいや、それも誤解さ。結社のクロスベルト帝国における目的は総国の終わりに伴ってほぼ達せられた。今回の私の行動はあくまで個人的な興味から来るもの。あの方のご意思とは関係がないさ。レンが言えたことではないけれど、博士って本当に自由ね。欲望に忠実と言うべきかしら。私もまさかアストラルコードを逆解析されて、それをもとに私のところまでたどり着かれるとは思わなかったからね。あのコードは、そんなことが。こんな面白い観察対象見逃すわけがないだろう。だから協力したのさ。特等席で観察するためにね。つまりノバルティス博士、今回の一連の事件においてあなたは新総統側についているが、積極的に私たちに敵対するつもりはない。そう思って構わないかな。ああ、その通りさ。過度な干渉は観測結果を歪ませかねないからね。それを聞いて安心した。
ねえ、博士、そんなに面白いなら、レンにももっと教えてくれないかしら。博士の興味を引いたその何かについて。いいとも。私もあんなに興奮したのは久しぶりだ。あれはいわば得意点のようなもので、いや、正確にはその先の。おお、といかんいかん、つい喋りすぎてしまうところだったが、これ以上はサービスが良すぎというものだろう。あら、残念。私はそろそろ失礼させてもらうよ。そうそう、君たちが探しているものはこの奥にあるはずだ。留守にしている我が子の代わりに、この工房を管理した者として、それくらいは教えておいてあげよう。勝手にこんな無茶苦茶な改造をして、よく言う。それでは君たちの活躍を期待しているよ。この奥ね。さあ行こうか。なんだかここ知ってるような気がする。記憶の断片か何かか。ううん、覚えていないけど知っている、そんな感じ。それはあなたがここで作られていたからかもしれないわ。ラーちゃん誕生の場所か。データが残っているとすればこれだろうね。見たこともない機械ばかりだな。これはさすがに操作方法がわからないかも。大丈夫よ、そのあたりはレンがやるわ。データがちゃんと残っていれば復元できるはずよ。あとは決心はついたかね。うん、大丈夫だって、何があっても私がラピスでしょ。ルーバスがきっと私を見つけてくれるから。ああ、さあ準備して。次の目的地は決まったな。